メスマネちゃん、これやってやめようのコーナー始まるよ。特別の変だよ。レッツゴー。ね、来いよ。特別の変ね。ということで、今回もミスマリンちゃんとアンジェロがおすすめするイタリア・カプリ島のマストスポットをご紹介。今回はカプリ島に来たら絶対に食べておきたい夏の定番スイーツをご紹介します。はい、ということで今回のお店はこちらです。はい、レオンディーネです。ここはカプリ島の夏の定番スイーツが味わえるビーチハウスレオンディーネ。メインの町のすぐそばのビーチにあるため観光客に大人気のお店なんだって。とここでイタリアでしょ、うん、イタリア語やってみよう。アンジェロできるの？できますよ。え、ちょっと勉強したいですか？したい。ということで突然ですがアンジェロによるイタリア語講座。じゃあ、うん、で景色は綺麗で、綺麗はどうやって言うの？綺麗、イタリア語で綺麗っていう。そう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 。綺麗、ね、英語だったらビューティフォー。ビューティフォー、そうそうそう。で、イタリアはベロ。ベロ、そう、もう一回もう一回言う。ベロ。もっともっと。ベロ。ベロ。ちょっとゆっくり。ベロ。ベロ。エロはいいでしょ？と、そこにすごいエロいぞ。すごい、美味しそう。こちらがカプリ島夏の定番スイーツ、レモングラニータ。カプリ名産のレモンを使ったスムージー。まさにイタリア版かき氷。いただきます。はい、うん、どうですか？おいしい。おいしい。なんかすっごい甘いのかと思ってたけど、はい、すごい爽やかで、爽やか、冷たいから夏にはぴったり。なんか後味がいい。さっぱりしてておいしいね。めっちゃおいしい。アンジェロは？アンジェロ食べたい。食べたい食べたい。アンジェロ食べる？食べたいよ。じゃあ嬉しかった。食べてください。オッケー、ちょっと動いて。どう？食べます、うん、もうガンガンいっちゃってよ。なんかもっともっと。あ、マディテスタ。何？頭痛い。マディテスタ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 。イタリア語が頭が痛い。美味しいからって勢いよく食べ過ぎると頭がキーンってなっちゃうから気をつけてね。皆さんもぜひイタリアに来たらレモングラニータを食べてみてください。それではミスマリンちゃんのこれやってみよう特別編でした。バイバイ。